いたいた君かい僕の机にラブレターを忍ばせてたウブな子はいや今どきこういったものを使うなんてなんというか <laughs> まあいいか君なりに色々考えてくれたんだろうしじゃあどうぞ何を伝えたいのかは分かりきってるけど聞いてあげる うん、ありきたりなセリフだなま変に遠回ートーマスやつよりはいいかねちょっとこっちにおいでうん、うん、へえいいよ君かわいいし僕の好みだから付き合ってあげるよろしくねあれ何ポカンとしてるの ああなるほどね僕の適当な態度からして断られると思ってたんだならよかったね僕たちこれから恋人だよああでも一つだけお願いがあるんだけどさ聞いてくれるっていうか嫌って言ったら付き合う云んぬはなしになるけど君とはそういう関係になるけど僕は今まで通り周りの女の子達と遊ぶから いちいちうるさいこと言わないでねいくら可愛くても重いめんどくさいすぐに泣くこの3つが揃ってる子は無理だからわかった <laughs> 心配しなくても一番は君だから安心してねま表面上はだけどあこれ僕の連絡先ね帰ったら登録しておいてそれじゃバイバイ 来た来た遅いよまた僕が一番乗りじゃないか一体どこで油売ってたんだまあいいやほらほら早くおいでいつも見たくを膝の上に乗ってくれよ <laughs> ぎゅーやっぱり落ち着くな小さくて柔らかくていい匂いもう君なしじゃ生きていけないよ やだやめないよいいじゃないか付き合ってるんださ最近なんかそっけないよ最初の頃はぺったりくっついてきてくれたのにさあねそれはそうと明日から土日祝日と三連休じゃん久しぶりにさ僕の家に来なよお泊り会しよういっぱい遊んでいっぱいいちゃいちゃしていっぱい寝たい君が喜びそうなものも用意してるからさ ね気なよはクラスの友達と先に約束してるって断れよそんなのいくらでも理由つけれるだろはでもってどういう意味さ恋人との時間を削ってまでその友達と遊びたいってこと意味わかんないいいから断れってっていうかほんと最近なんなの 全然構ってくれないじゃんかメッセージ送っても返してくれないし電話かけても出ないこと多いし僕そのために君の家まで行ってるんだよイーレス使ってるのも知ってるからなふざけやがってギスギスしたくないから黙っててやったのに何何なのマジでダメその友達との約束断らないと許さないよ ささっさと断って僕の家に来るんだは重い誰が話そらすのやめてくれるかなこれくらい当たり前だろみんなやってるよ次の土日は遊びに行けるから今週は別々に <laughs> なんだよ そんなに友達の方がいいのかよ。恋人を置いてくぼりにしてまで、そいつと遊びたいの。嫌だよ。もともと君が告白してきたんだろなのになんで君の方が冷めてるのさ。僕は女の子たちとの交友を切ってまでいるのにおかしいよ。不公平だよ。<laughs> 君が泊まりに来てくれるって言うまで、話さないよ。 それが嫌なら今すぐ友達との予定を断って早くほら早く <laughs> 最初からそうしてよ今度からはちゃんと僕との約束を最優先するんだよ分かったなんでそこで黙っちゃうのもういい 君に少しでも期待した僕がバカだったんだこれからは接し方を変えるからやり方はいくらでもあるまずは君が僕を優先せざるを得ない状況にしてやるからな今さら後悔しても遅いよ元はといえば君が悪いんだから <laughs> 楽しみだねどんなことされるのかな不安そうな顔してもダメ もう帰っていいよひとまず今週中は勘弁してあげるせいぜいお友達との最後の時間を楽しめば来週からは僕以外と遊べなくなるんだし <laughs> <laughs> じゃあバイバイ来週はたっぷり可愛がってあげるから覚悟しろよ